山形銀行の中間期決算が発表され。減収減益となりました。山形銀行によりますと。一般企業の売上高に当たる経常収益は。二百三十二億四千七百万円で。前の年より。二十三億四千六百万円減少しました。また。中間純利益は。 20億5 1 0万円で前の年より17億6800万円減少し減収減益となりました減収減益ともに三期ぶりです海外金利の上昇などの影響で債券の売却益が減少したことや貸出先の倒産などに備える余震関係費用が増加したことが主な要因だとしています 減収現役ということで、厳しい決算にはなっていますけれども、まあ、あのも海外金利が急激に上昇したということもありますし、まあ、有価証券の要因が非常に大きいということでありまして、本業の部分については、しっかりとあの収益の改善が図られているということから見ますと、減収減益ではありますけれども、内容については評価をしていると。